この後はウルトラマンコスモス。1000年に一度太陽系にある軌道上を通過する遊星ジュラン。このジュランに生命反応をキャッチした SRC 宇宙開発センター探査部は、宇宙レベルでの生態系を調べるため探査船ワルツを打ち上げ、遊星の調査を行っていた。 SRC の今度のプロジェクト成功するといいですね。うん、ジュランにどんな生命体がいるのかまだわからないが、仮に知的生命体が生存していてうまくコンタクトが取れれば大きな収穫になるんだかな。パイロットの三谷隊員からの報告によると、ジュランの大気組成は地球と極めてよく似ているということです。知的生命体も期待できるんじゃないですか。今ジュランで調査しているパイロットの三谷は宇宙開発センターで同期だったんだ。ライバルっていうのかな、親友っていうのかな、どっちが先に宇宙に行くか競ってたんだけど負けちゃったな。なんだよ綾乃。まあお前が三谷隊員を誇りに思う気持ちはわかるが、俺たちに何回同じこと聞かせる気だ。もう聞き飽きたよ。すいません。探査船ワルツからです。三谷だ。何か新しい発見があったのかしら。探査船ワルツの三谷です。三谷、ジュランの生命体はどんなだったんだ。いや、まだ生命体は発見できてない。でもちょっと見てもらいたいものがあるんです。調査の途中で発見して撮影したものなんですが。石碑か。みたいですね。それにこの文字、地球の古代文字に似てるな。ワルツの翻訳システムでは一部しか解読できなかったんです。でもその中に興味深い言葉がいくつか書かれていました。それは守護獣、魔獣、天変地異、星の軌道などです。なんだか意味ありげな言葉ね。そうなんです。この石碑にはジュランにまつわる何かが書かれていることは間違いありません。実はジュランには絵があったのです。それを書かれてしまった。三谷、よく聞こえない。
様子が変だ。武蔵聞こえるか。まぶしい。光が三ツ矢、どうした三ツ矢、応答しろ。ワルツに何か異変が起こったんだ。土垣、宇宙開発センターに連絡を取って詳しいことを探ってくれ。了解。キャップ、ジュランの軌道が変わってます。土垣、進路予測できるか。はい。このままだと地球にぶつかっちゃう。地球までの到達時間は4日後。96時間後です。え、防衛軍は直ちに緊急会議を開き、地球に迫り来るジュランを超高性能ミサイルで爆破する計画を決定した。ジュランに行きたい？はい、ジュランで連絡を取った三ツ矢隊員を地球に連れて帰りたいんです。日浦君、ジュランが地球に衝突するまで90時間を切ってるのは分かってるんだろうね。はい。しかも爆破後、地球への影響を考慮するとミサイル発射は衝突の13時間前、すなわち今から76時間後には決行しなければならないんだ。そんな限られた時間内で救出活動は不可能だろう。我々には最新鋭のテックブースターがあります。これを使えば一気にジュランを目指し、ミサイル発射までに地球に戻ってくることが可能だと思います。司令官、我々チームアイズの目的は三ツ矢隊の救出だけではないんです。ひょっとするとジュランの軌道を元に戻すことができるかもしれないんです。軌道を元に戻す？そんなことができるのかね。三ツ矢隊員がジュランで発見したものです。ジュランが突然軌道を変えて地球に向かったのには何か理由があると思うんです。そしてその石碑には軌道を元に戻す謎が隠されているような気がするんです。三ツ矢隊員救出と同時にぜひともその謎を探りたいんです。もしも76時間以内に君たちが地球に戻れなかった場合は、その時はミサイルを発射してもらって結構です。三ツ矢、僕はパイロットになって絶対宇宙へ行ってみせる。でもお前が宇宙に行く頃には俺はベテランのパイロットになってんだろうな。なんだよそれ、僕は負けないからな。三ツ矢より先にパイロットになってみせる。まあせいぜい頑張れよ。俺はお前が宇宙で何かあった時に速攻で助けに行ってやるから。こいつこの野郎。お前、三ツ矢。今度のオペレーションは命がけになると思う。74時間以内にジュランが軌道を変えない限り、たとえ我々がジュラン上にいたとしても予定通りミサイルを発射される。無事に地球に帰還できる保証などどこにもない。それでも我々は三ツ矢隊員を救い出す。必ずここへ戻ってこなければならないんだ。一致団結すれば絶対にやり遂げられるはずだ。はい、キャップ、私一人だけトレジャーベースに残るなんて嫌です。私もみんなと一緒にジュランに行かせてください。気持ちはわかるが、綾乃には万が一の時に備えてここに残ってもらう必要があるんだ。
あなたが地球にいてくれるからこそ私たちは安心して宇宙に行けるのよ。エイジャーマックスを使って分析なんかのフォローができるのも綾野隊員だけだしね。飛行軌道の計算は全面的にお前が頼りだ。綾野、離れてたって心はみんなと一つだよ。うん、了解しました。よし、チームアイツ、宇宙へ出動するぞ。了解。テックブースターは超高速の宇宙飛行を可能とする SRC が誇る最新鋭の大型宇宙メカである。ライトコアオールグリーン、レフトコアオールグリーン、センターコアオールグリーン、スタンバイレベルオールグリーン。テックブースターテイクオフ。了解。これが夢にまで見た宇宙か。広すぎてちょっと怖いぐらいだ。三ツ矢、必ず助け出してやるからな。武蔵、やはり宇宙は勝手が違う。メインコントロールをそっちに切り替える。あとは任せたぞ。了解。武蔵、時間が欲しい。キネティックシステムを発動させて一気にジュランを目指すぞ。わかりました。テクノプラズマキネティックシステム発動。優勢ジュランに到着。キネティックシステム停止。ライトコアに異常は見られません。こちらレフトコア同じく異常なし。センターコア異常なし。武蔵、よくやった。上手だ。さすがに宇宙の操縦はうまいもんだな。ありがとうございます。ジュランの大気組成を確認して。了解。地球と非常によく似ていますね。三ツ矢隊員が報告してくれた通りです。武蔵、大気圏に突入するぞ。了解。大気圏に突入します。来るな、来ちゃいけない。三ツ矢か。怪獣がいるんだ。凶暴ね。ジュランに来るな。帰れ、帰るんだ。三ツ矢、応答しろ。三ツ矢、三ツ矢隊員がどこから通信してきたかは不明だ。彼の捜索にあたってとりあえずはワルズの着陸地点を目指そう。了解。あれは宇宙船の残骸だわ。それも地球のものじゃない。
ジュランを探査しにやってきた異星人のものだろう。なんだか宇宙の墓場みたいでゾッとしねえな。ほんと地球に似てるわね。あそこにワルツが。三ツ矢がまだ機内にいるかもしれません。武蔵、強力な生命体反応、急速に接近中。何？あ、見ろ。光、ただの光じゃないわ。あいつがさっき三ツ矢隊員が言っていた怪獣か。土井垣隊、会津アタッシュのデジタルサーチで分析を。その光の粒子で作られている怪獣です。その粒子の中にカオセッターも混ざっています。カオセッターに取り憑かれてるのか。そう、ワルツを壊したのもあいつだな。危険だ、テクブスターに戻るぞ。了解了解。どこにいるんだ。ワルツの中にいるのか。三ツ矢、三ツ矢。武蔵、武蔵隊員。バカ野郎、危ない。誘導弾を使ってできるだけ武蔵から引き離すんだ。了解。よし、いいぞ。そのままこっちへ来い。
スボス頑張れ。負けないでウルトラマンコスモス。力で誰もがまた争う。シールド放射。コスモスが放つルナエキストラクト、渾身の力を込めたネイバスター光線。さらに激しさを増すカオスパラスタンの猛攻に懸命に立ち向かうコスモスとチームアイズ。だが防衛軍によるジュラン爆破へのタイムリミットは容赦なく迫っていた。次回ウルトラマンコスモステックブースター出動せよ後編。